はい、R です。おつやんです。はい。ということで、今日は、D300S です。はい。もう久々やね。ほんまに久々、D300S。使いたいなってよくはね、なくは全然なかったんですけど、それよりも、例えば D5 が使いたいとか、Z50 使いたいとか、なんかそういう感じの方が、思いが強かったっていう感じで、ちょっともうね、ほんまあかんのんですけどね、後回しにちょっとなってしまってて、このタイミングに、はい。ちょうどまあきっかけがあったんでね、もうスイッチそれでパーンってすぐ入りまして、もう、速攻ですね、もうすぐ、わぁ、これちょっと撮りたいなっていきなり、まあ気分もね、上がってきまして、はい、今日は D300S で、まあ撮ることにしました。なんで近所の公園ですね、はい、近所の公園で、まあ単調、まあふらふらしながら、まあ楽しみたいかなと。で、レンズはですね、556です。これもまあ前回556使って、まあ単調行ったんですけど、ちょっと連続的に、まあ今回も556をまあセットしてですね。はい、まあ持っていこうかなと。いやー、楽しみやね。久々のこのセット。だいぶ珍しいんちゃうかな。D300S と556のセットって結構多分珍しいと思うんですけど、はい、そんな感じで、まあ楽しんでいけたらなと。ちょっとね、日中なんでね、出がね、あんまりちょっと良くないかもわからないですね。朝一じゃなくて、もうほんまにね、真っ昼間なんで、はい、ちょっと出が悪いかもしれないですけど、まあ、それでもね、楽しんでいきたいと、はい、思います。はい、そんな感じで、行ってきまーす。来ましたよ。はい、こんな感じ。前回とあんま変わってないですね。ボディが 300S になったぐらいなんで、見た目はあんまり変わってないかも。はい、さて、暑いな今日。さあ楽しんでいこう。はい、ということで、まあ行ってきたんですけど、今日はあんまり良くなかったっすね、やっぱり。やっぱりあんまりちょっと出が良くなくてですね、まあまたまたね、目白に遊んでもらうと、はい、いう感じのことぐらいやったかな、はい。ただまあね、300S、まあ久々にちょっと使ったんですけど、やっぱりこう 300S をたまに使うと、こうね、普段こう自分がどんだけ機材に甘えてるかっていうのがわかるっすね。はい。やっぱり、苦労することがやっぱ多いんでね。またそこが面白いとこでもあるんですけど、300S の。はい。まあ、オートフォーカスにしても、まあ、背面モニターにしてもね。やっぱりこう、普段見てる、その、まあ、液晶の、まあ、細かさじゃないんで、まあ、撮った後に確認、まあ、して、まあ、ピントが合ってるか合ってへんか見たりとか、ブレてるブレてへん見たりとかするのも、やっぱりこう、鮮明によく見えないんで、そういうのを、なんかこう、思い知らされるというか、改めてね、あ、やっぱりちょっと腕のなさを機材でカバーしてんなっていうのをね、はい、目の当たりにしますね。もう、ピントにしても、ブレにしても、絶対の自信がないっていう。背面モニターで確認せんと、まあ絶対の自信がないから、まあそんだけ背面モニター見て、拡大して、まあね、より鮮明にちょっと見える状態にして確認しようとするんで、はい、まあそんな感じで、まあではね、全然、ダメだったんですけど、まあそれでもね、楽しかったですね。はい。ということで、まあ今回この辺で終わりたいと思います。はい、それではお疲れ様でした。あっつー今日。